はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は、個人事業主フリーランスの方は一度消費税の確定申告が本当に自分は必要ないのかというのを必ずチェックしたくて出している動画になります。該当しなかったらそれでセーフですので、知らないじゃ済まされませんので、必ず一度チェックするようにお願いします。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版してます。すべて概要欄のリンクから飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは早速本日の動画行ってみましょう。はい、それでは消費税の確定申告、あなたも必要なんじゃないということで、一度しっかりと確認の方しましょう。知らないでは済まされませんので、自分は確定申告が必要なのか必要じゃないのか、基準を一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。あなたも消費税申告が必要な可能性が高いです。必ず個人事業主フリーランスの方はですね、確認レベル高めですので、しっかりとここで確認をしましょう。今私がですね、必ずチェックしようと言った理由がこちらになります。インボイス制度がスタートしたことによって、消費税の確定申告を初めてするということが増加しているということが要因にあります。こちらきちんと解説をします。そして次に、勘違いしている要因原因について紹介します。そして最後、あなたは確定申告が必要なのか、判断基準を一緒に学びましょう。そして最後、注意点。本日このような流れでいきますので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。はい、この講義のゴールなんですけど、消費税の申告が必要かどうかわからない方、また確か自分は免税事業者だから大丈夫なはずと思い込んでる方、そして取引先に言われてインボイス制度よくわかんないけど登録した方、無申告にならないように再確認をしましょうという動画になります。はい、初めての消費税の申告者の人数なんですけども、こちら消費税の確定申告の話になります。インボイス制度が本格的にスタートしたことにより、今年はですね、なんと約140万事業者が初めての消費税の確定申告をするというふうに言われています。この140万事業者、かなりの数だと思いませんか？そしてこちらの数字、消費税の確定申告であって、所得税の確定申告ではありません。令和6年に消費税の申告を提出する方、消費税の確定申告の締め切りは令和6年の今年は4月の1日までが締め切りとなっております。所得税の提出期限と消費税の確定申告の提出期限というのは少しズレがありますので、ご注意ください。ですので令和5年分の消費税を集計して、税金を計算して、令和6年の4月の1日までに消費税の申告を提出するというのが基本的な流れになります。そしてこの140万事業者の中に自分が含まれていないのか、自分は大丈夫なのか、必ず確認をするようにしましょう。では次に、本当だったら確定申告しなければいけないのに自分は大丈夫と思い込んでいる要因について解説をします。こちら勘違いしている要因です。まず1つ目、個人事業主は消費税の申告しなくていいんでしょ、関係ないでしょと思っている方。そして2つ目、インボイス制度自分は登録したけども、この消費税の申告とは関連性がないよね、関係がないよねと思っている方。そして課税売上高が自分は1000万以下だから大丈夫でしょと思っている方。要は課税売上高が1000万円を超えたら消費税の申告がかかるっていうふうに自分は聞いていたと。なので1000万円以下だから自分は大丈夫だと思っている方、この3つの方、勘違いになりますので、しっかりと抑えましょう。こちら、インボイス制度が令和5年の10月1日からスタートしたがゆえ、規模は関係なくなります。売上高で判断ができなくなったというふうにも言い換えることができます。ですので、消費税の申告が必要かどうか、今言った勘違いしている原因3つに該当しそうって方は必ず確認するようにしてください。では次のスライドから、消費税の確定申告が必要な方はどういった方なのか解説をしていきます。それでは消費税の申告が必要な人、まず1つ目、こちらが既存の今までのルールになります。課税売上高が1000万以上を超えた方は課税事業者というふうに専門用語で言いまして、消費税の確定申告をしなければいけない人に該当します。これどういった仕組みか、次のスライドで図を見て解説をします。はい、消費税の判定についてです。これが一番の既存のルール、今までずっとある昔からあるルールになります。個人事業主の場合の基準期間と課税期間についてグラフで表したものです。こちら国税庁から持ってきた表になります。先ほど言ったように、課税売上高が1000万円を超えた場合、その超えたところの判断基準が消費税は前々年で判断をするんです。そのため令和5年が消費税の申告が必要かどうかは令和3年
分の売上を見るんです。この令和3年分の売上のところを基準期間というふうに言います。この令和3年が例えば課税売上高が1000万円を超えている場合には令和5年度は課税事業者となるということです。ここが1000万円以下ですと免税事業者になるというような仕組みが既存の今までの消費税のルールになりました。こちら特定期間というねルールもあるんですけど、こちら説明するとまたちょっと話がややこしくなってわからなくなりますので、興味ある方はこちらの解説の方を読んでおいてください。こちらもしっかりと押さえておかなければいけない項目なんですけど、今回の動画はこの1000万円を超えるか超えないかで判断するよっていうのをまず押さえてほしいので、詳しい解説は省略します。このように令和3年の基準期間の売上高が1000万円を超えているか超えてないかによって令和5年が課税事業者になるのか免税事業者になるのか判断します。そして判断は令和3年でするんですけど、消費税の申告をする、消費税を払うのは令和5年分の確定申告になるわけです。そしてさらにちょっとややこしいことにですね、令和5年の消費税の申告は令和6年の4月の1日までに提出期限ということで、ここで年が1年変わりますので、さらにちょっとね頭ややこしくなるかもしれませんが、しっかりとここを押さえておいてください。ではここまでが既存のルールで、課税売上高が1000万円を超えるか超えないかで判断をする場合です。インボイス制度がスタートすることによってもう一つのルールができましたので、そちらしっかりと押さえましょう。はい、では2つ目、インボイス制度を登録した人は消費税の申告が必要になります。これどういったことかと言いますと、今まではですね1000万円超えた方が課税事業者になったんですけど、インボイス制度を登録するとですね、免税事業者から課税事業者へ自動的に変更するんです。つまり言い換えると、インボイス制度を登録した人は消費税の確定申告が必要ということです。こちら自動的に変更になりますのでご注意ください。ここが一番勘違いされている大元の要因のような気がします。そのため規模や売上高で消費税申告が必要かどうかの判断をすることがなくなりまして、インボイス制度を登録したら自動的に課税事業者、消費税の申告をしなければいけないということになるわけです。もう少し図を出して分かりやすく解説をします。先ほど言ったように消費税というのは前々年度の売上高で判断をします。今回こちらの図であるのが令和3年の基準期間で、この令和3年の基準期間の課税売上高が1000万以下だと仮定します。ここが1000万以下なので、本来令和5年は免税事業者、消費税の申告しなくてもいいっていうパターンに該当するかというふうに、一番のルールだったら免税事業者になるんですけど、この方はですねインボイス発行事業者の登録をしたと、令和5年の10月1日からスタートできるようにインボイス制度に登録して13桁の番号を持ってるというふうに仮定します。そうするとですね、令和3年の売上高が1000万以下になったとしてもですね、令和5年度から10月の1日から12月31日はインボイス発行事業者に該当しますので、自動的に課税事業者へ変更となるわけです。つまり10月の1日から12月31日までの消費税の確定申告をしなければいけないということです。逆にですね、令和5年は1月の1日から9月の30日まではですね免税事業者というふうになるわけです。令和5年度は免税の部分と課税事業者の部分と両方の課税事業者が入ってきますのでご注意ください。そしてインボイス制度を登録したので、たとえ令和4年度が1000万円を切っててもですね、もうインボイス制度に登録しているため自動的に課税事業者となりますので、令和6年令和7年も課税事業者となるわけです。これはインボイス制度の登録を取り消せない限り自動的に課税事業者となりますので、そこをしっかりと押さえておいてください。最初に説明した ① のパターンをですねこの図に入れて紹介をしますと、令和3年の課税売上高が1000万円を超えているので、令和5年分はもともと課税事業者だよねということになります。ですのでインボイス制度を登録していてもしていなくても課税事業者になるわけです。しかしですね、基本的にもう消費税の課税事業者となる方はですね、インボイス制度も登録しているという方が多い大半ですので、まあどっちにしても消費税の確定申告はするという課税事業者になります。その場合にはもう令和3年が1000万円を超えているので、令和5年は1月から12月1年間の消費税の申告が必要となります。消費税の申告が必要な人 ① ② 2つのパターンありますので、しっかりと押さえましょう。それでは最後注意点です。はい、注意点です。令和5年分に消費税の申告を初めてする方、140万事業者の方が該当しますので、しっかりと自分はどうなのかチェックをしましょう。
そしてインボイス制度導入でね、先ほどから言っているように該当者が増加してます。自分は消費税の申告しなくていいんじゃないかと思い込んでる方も多いと思いますので、しっかりと押さえてですね、消費税の申告が必要だとこの動画で気づいた方は急いで消費税の申告のやり方などなど勉強する、また税務署の方に相談に行くなどして対策をしておいてください。そしてインボイス制度や消費税がよく分かんない方、私過去に動画たくさん出してますので、次のスライドでどういった動画を作成してるか紹介します。そしてこちら本当要注意です。消費税の確定申告が無申告にならないように注意しましょう。無申告はペナルティが非常に重いです。ですので無申告だけにはなってほしくないなという思いでこちらの動画作成させていただきました。では次に過去動画紹介します。こちらおすすめ動画です。消費税の申告がもともとよく仕組みがわからない方、こちらでしっかり解説している動画ありますので、ぜひご覧になってください。そして消費税申告いざやろう、作成するときに間違いやすい3つの項目ありますので、こちらも間違えると消費税の申告税金大損しますので押さえておきましょう。その他インボイス制度動画、こちら一部を抜粋してますがたくさん動画ありますので、ぜひこちらインボイス制度について、そして消費税申告についてしっかりと対策をして必要な方は勉強することをお勧めします。はい、というわけで私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営中で、オンライン上に税理士を味方につけることができます。メリットが4つあります。まず1つ目、質問と相談が24時間自分が好きな時にすることができます。文章で質問をしたことに対してですね、私が文章でお答えするので、チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいのではないでしょうか。2つ目、メンバー全員起業家ですので情報交換ができるということで好評です。3つ目、最新記事のインプット、私が平日毎日ビジネスに関する話、税金経理、また SNS の裏側はオンラインサロンのみだけに投げております。こちらの記事の購読権利がオンラインサロンには特典としてついてきます。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しています。 Zoom 上で私に直接質問相談することができますし、また他のメンバーと情報交換ができるという点でも好評です。この Zoom 会議の参加権利もサロンメンバーのみの特典となっております。詳細についてはオンラインサロンのホームページから飛べるように概要欄に記載ありますので、ぜひ一度チェックしてみてください。入会お待ちしております。はい、そして私はビジネス書2冊を出版しております。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、ぜひチェックしてみてください。また YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひ登録の方お待ちしております。感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。その他 SNS もいろいろとやっておりますので、ぜひ皆さんフォローの方お待ちしております。はい、というわけで本日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。本日の動画はですね、もしかしたら勘違いして自分は消費税の申告関係ないなと思ってる個人事業主フリーランスの方が多いんじゃないかということで、この動画急遽作成させていただきました。皆さん、自分が消費税の申告必要なのか必要じゃないのか、しっかりと確認をするようにしてください。消費税の確定申告が無申告になりませんように。またこういった個人事業主やフリーランスに役立つ動画次々出していきますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。事業専門税理士川南でした。それではまた。